占い守る海峡占い守る海峡は、カムチャツカ半島最南端のロバートカミサキと、千島列島最東端の占い森島との間の海峡、幅13キロメートル、東側は太平洋、西側はオホーツク海である。自国領土の東方拡張を続けてきたロシア帝国は17世紀にカムチャツカ半島に到達して、その領有を宣言し、さらにこの占い守る海峡を越えて、 占い、森島やワラムシル島など、千島列島北部への進出を続けていた。1854年、千島列島南部での支配や経済活動を進めていた日本との間で、日露は新条約が結ばれ、占い守る海峡の両岸は、ロシア領であることが、改めて確認された。その後、1875年に、ロシア帝国と日本の明治政府との間で、 カラフト、千島交換条約が締結されると、占い、森島を含む千島列島北部が日本に割上され、以後占い守る海峡は日本とロシア両国の国境となった。その後の社会主義革命により、ロシア帝国はソビエト連邦となり、1925年締結の日ソ基本条約で国交が回復した後も、同海峡が日ソ両国の国境となった。 1945年8月、第二次世界大戦末期に、ソ連が日本に戦線復刻すると、占い森島では侵攻した赤軍と日本軍守備隊との間で戦闘が起こり、赤軍は、ロッパート神崎の砲台からも、同海峡湖への砲撃を実施した。ソ連は、千島列島全域都市古丹島、羽生前群島を占領し、占い守る海峡にあった。国境線は、 実質的に消滅して、両岸ともソ連の支配地域となった。1991年のソ連崩壊により、同地域の支配は、ロシア連邦に継承され、現在でもその状態が続き、日本以外の各国政府からの承認も受けている。ロシアの行政区画では、占い守る海峡は、カムチャツカ半島を含むカムチャツカ地方と、千島列島全域を含むサハリン州との境界とされている。 一方、日本は1951年締結のサンフランシスコ講和条約により、千島列島の権利や請求権を放棄したが、同条約にソ連が署名しなかったことなどを理由に、ウルップ島以北の千島列島北部は、貴族未定地だと主張し、1956年の日ソ共同宣言でも、北方地域の自国領有とソ連からの返還を求めて、 千島列島北部のソ連領有を承認しなかった。ソ連からロシア連邦へ体制が転換しても日本政府はこの北方領土問題が未解決であるとし、現在でも日本の地図上ではウルップ島とエトロフ島との間のエトロフ海峡だけでなく占い守る海峡にも国境線が記述されている場合が多い。この場合、占い守る海峡の国境線は ロシアと貴族未定地の境界線となる。ありがとうございます。